アポロとヒュアキントゥス三3 8は、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトが1767年に作曲した3幕のラテン語刺激である。モーツァルトにとって、第一回立の責務に続く2番目の舞台作品である。心理的レチタティーボに番号付きのアリアや合唱が続く形式で、実質的にはオペラセリアと見なすことができる。この刺激は、 当時ザルツブルク大学の教員であったルフィニス・ビドルがオイディウスの変身物語をもとに書いたラテン語劇アポローンとヒュアキントゥスに当時11歳であったモーツァルトが作曲し1767年5月13日にザルツブルク大学のが学生によって初演された原作は少年愛の要素が強いがビドルはアポローンのヒュアキントスへの愛をヒュアキントゥスの妹である メリアに置き換えたことで、当時の社会の貧縮を買うことは免れた。しかし当時ザルツブルク大学に女子はいなかったので、メリアもボーイソプラノが歌った。ナオコの作品の他に、リブレットがラテン語であるオペラに、イゴールストラビンスキーのエディプス王がある。ルフィヌスビドル、アポローンとヒュアキントゥスをエーバルスとヒュアキントゥスが来客のアポロを迎えるために生贄を捧げる。 しかし、ゼピュルスはそれを無駄と抽象する。アポロは怒り、生贄の大を雷撃でぶち壊す。そして、ヒュアキントスへの愛を歌い、ゼピュルスは友を奪われた嫉妬に燃える。オエバルスのもとに、ゼピュルスがやってきて、ヒュアキントスが、円盤の打撃で、致命傷を負っていると伝え、その犯人が、アポロであるという。オエバルスは震え上がる。そしてゼピュルスは、メリアに婚約を迫る。 アポロが現れて、ゼピュルスを避難するも、メリアには信じられずアポロを激しくずそする。瀕死のヒワキントゥスは、到着したオエバルスに自分を害した犯人がゼピュルスであることを告げて、死に耐える。オエバルスは、ゼピュルスに騙されていたことに激しく憤通る。メリアもそうとは知らずアポロをののったことに恐れを抱く。ヒワキントゥスの亡骸の前に、アポロが現れて、 ヒュアキントゥスの愛が高ぶることを告げる。するとヒュアキントゥスは鼻に生まれ変わる。この奇跡にメディアは心霊を称え、アポロはメディアを許しを得バルス王の許しを得て結ばれる。ありがとうございます。